中学生、高校生、大学生の皆さんによります装いコンテストでございます。さあ、ご用意ができております。今一度温かいご声援をお願いいたします。番号札忘れないようにお願いします。お席になった方から
コピーを取る、気にせずに本当に見てます。出来上がりましたね。
ただいておりますね。さあ、それでは早速ですが、帯姿を示させていただきましょうか。どうぞ皆さん、そのまま後ろを向いてください。そしてチームの真ん中の方が戦うのも一つですから、真ん中の方が戦うのも高さを上げてください。審査の先生方、いかがでしょうか。3人1組でございまして、真ん中の方がプラカードを上げております。で、最後いらっしゃって3組、3人1組ですね。よろしくお願いいたします。番号の確認よろしくございますか。できるだけ真ん中の方が高く上げてください。3人の皆さんの帯姿の審査が行われております。いかがでしょうか。今お出来になったチームから順に並んでいただいて、3人1組です。真ん中の方がプラカードを見たらして、帯姿の全員の審査ですね。それでは番号札下げていただいて、もう一度皆さん前を向いてください。さあ、笑顔とともに皆さんがまた前を向かれました。いかがでしょうか。審査員の先生方もね、厳正な審査が今続いております。いかがでしょうか。それではレースのステージ中央のチームから入れ替わっていただきましょう。少し様子を変えてみます。真ん中のチームから入れ替わってください。はい、ゆっくりと動いていただいて、ポジションが決まりますとどうぞ。はい、もう一度笑顔とともに皆さんの方を向きになってください。さあ、今度少し皆さんの流れも変わりましたが、皆さんの側からご覧になっていかがでしょうか。3人1組のチーム対抗戦です。さあ、それではポジションを決めていただいて、さあ、先生方もいかがでございましょうか。じゃあ、この体勢でもう一度帯姿を審査していただきましょう。どうぞ皆さん、そのまま後ろを向いてください。真ん中の方、プラカードを高く上げてください。お願いします。できるだけ高く上げてください。先生方、番号札は全部確認よろしくございますか。もし見えないものがあればおっしゃっていただいてよろしいでしょうか。そうですね、ありがとうございます。高く上げていただいて、真ん中の方がプラカードを持っております。いかがでしょうか。チーム対抗戦です。それでは番号札を下ろしていただいて、皆さんもう一度しっかりと前を向いてください。はい、どうぞ。今日は中学生、高校生、大学生の皆さんがご参加いただきました。ありがとうございます。学校対抗の予想コンテストでございます。さあ、前を向いていただきました。審査大詰めでございます。審査員と厳正な審査が続いております。さあ、それでは心を込めてプレーの気持ちいっぱいにご挨拶をすることにいたします。しっかりとご声援いただきました。どうもありがとうございました。それでは紙で花火の方へ退場してください。よろしくお願いいたします。学校は最高の部でございました。ご検討いただきました皆さん、もう一度温かいように拍手をお送りください。皆さん